おはようございます。今起きました。12時っすね。とりあえず起きたんで、今から肉とスーパーマーケット行って、グロッセリーストア行って、バーベキューの具材買って、この屋上にバーベキューとプールがあるらしくて、そこで、ちょっとゆっくりして、その後にフェス今日は行く感じです。やばいね、この1階にこんなにおしゃれななんかレストランみたいなのがくっついてて、しかもめちゃくちゃ人いるわ。すげえ、12時だからね、やばいわ。でも今日マジで天気最高っすね。とりあえずそんな感じでゆっくりします。あのレジもフランス語喋ってるわ。やばすぎる。見てください、あの辺も全部フランス語ですよ。サービスアラクライアント、ちょっとだけ英語に似てるからなんとなく意味がわかりますね。見てください、今屋上に来ました。ここから屋上に来たんですけど、見てください、ここプールあるんですよ。ここプールあるにつれて、プールあってで、こっちには見てください、こんな感じのテラスが広がっててね、あそこにバーベキューがあるんですよ。やばくないですか、ここ。これで家賃一月900とか1000ドルぐらいですよ。俺が住んでるところとあんま変わんないのに、物価の違いが。 What?Yeah, Nick. Hello. Hey. 今ね、とりあえず今バーベキューしてハンバーガー食って、今ちょっとゆっくりしてる感じです。一応3時か4時ぐらいにあのフェスは始まるんですけど、多分5時ぐらいに行こうかなみたいな感じですね。今からまた上行ってプールでも入ってゆっくりしようかなって感じです。今日は観光はいいかなって感じですね。明日観光して帰ろうかなって感じです。まだ決めてないけど、ワンチャンプール入った後ちょっと外見に行こうかなと思ってるんですけど、とりあえず一旦はい。しかも覚えてる人いるかもしれないですけど、この週末インターンあったんですよね。普通に全部ブッチしました、3日間のインターン。すいませんつっても、急遽ちょっと予定が入っちゃって行けなくなりましたつって。こっちの方が大事っすよね。はい。今ね、ちょっと外出てきました。散歩がてら一人で、ちょっとスケボー乗って観光しに行きたいと思います。街並みをね、見るだけでも楽しいんで。見てください、この辺の建物もさ、もうなんかヨーロッパみたいですよね。本当にフランスみたい。マジでね、めっちゃいいわ。ほら、この辺の街並みもうすごいもん。本当にヨーロッパかと思っちゃう。あばい、ちょっと太陽の位置があんま良くないせいで、なんか全部写真撮ると逆光になっちゃうな、この辺。でもマジですごいわ。なんかほら、バイオリンとか弾いてる人もいて、ムードありすぎるでしょ。今ちょっとこっちのなんか島の方に来たら、プーティンフェスティバルみたいなのがやってるんですね。今もうハンバーガー食った後だから食わないけど、いろいろ出てるんだ。へー、ちょっと時計塔の方に行ってみたいと思います。見てください、時計塔のところに来ました。大砲がありますね。時計があって、こっちはやっぱ湖じゃなくてさ、川だからちゃんと流れがある。わかりますか。そりゃそうなんですけどさ、ずっとオンタリオレイクばっか見てたから。あっちに遊園地がありますね。で、今日フェス行くのはあっちです。そこの島ですね。多分行くときは電車で行くと思います。行きますよ、あそこのあっちの島でフェスがあるんで、そっちに行きますって話ですね。後でここになんかビーチがあります。人工のビーチですね、完全に。しかも多分有料っぽいです。人工のビーチほどね、しらけるものはないですよね。しらけるっていうか、はい。とりあえずまたちょっと市内の方戻りたいと思います。わかりますか、この石畳だからさ、スケボーできないけど、本当に
ヨーロッパって感じがする。違うけど、違うけどね、あの北米のパリと呼ばれてる場所ですから、やはり。ほら、めっちゃいいわ、めっちゃいい、めっちゃいいね。ちょっとやばいっすよ。ほら、すげえいいわ。すごいね、あそこで結婚式やってるわ。てかさ、もうこの辺なんか、この辺はなんかオールドモントリオールっていうダウンタウンの古い街並みが残ってるところなんですけど、本当にね、歩いてるだけで、スケボーしてるだけで本当にいいっすね。なんかヨーロッパマジで行きたくなってきた。ヨーロッパ行きてえな。こういうのが当たり前なんだろうな。この辺マジですごい。ほら、もう街並みっていうか建物がさ、完全にヨーロッパなのよ、本当に。こう見て。でね、ここが多分昨日ね、ここ夜来たんだよね。ここが多分ノートルダム大聖堂です。ほら、人がめちゃくちゃいる。やば、昨日の夜誰もいなかったのに。めちゃくちゃ人いんじゃん。ここがね、ノートルダム大聖堂っすね。明日朝ね、あの中入りに行こうかなとは考えてるんですよね。中がめっちゃ綺麗なんで。すげえわ、でもマジですげえ。とりあえず今ほら、ここに2人と、あとこっちにもたくさん、あ、待って、今みんなちょっといないな。今ちょっとこの充電コード繋いでるからいないんですけど、みんな、あのニックの友達とかがたくさん集まってきて、みんなでフェス行くんですけど、今とりあえずみんなでここでお酒を飲んでます。さあ、ただいまは5時半でございます。さあ、もうね、あの4時に始まってるんですけど、まあ、あの夜10時半までなんでね、まあ、ずっと長くいてもあれだっていうことで、これがみんな今日行くメンツです。みんないますね。向かいます。さあ、アイランドに来ましたね。このドームね、多分夜になるとライトアップされて綺麗なんで、それもちょっとだけ楽しみですね。ということで、この陽キャ軍団の方々と一緒にフェスに行きます。さあ、ここで荷物検査と、チケットをやって中に入りました。すごいですね、結構なんか島の中にある系で、まあ、どこにメインステージがあるんか分かんないけど、とりあえず行っていきます。さあ、来ました。ここがあれですね、会場っぽいです。やばいね、本当に公園の中でフェスやってる感じだ。 I have fucking no idea。
ないです。やばいし、もう俺もやばいし、音楽もやばいし、もう全部がやばい。ということで今終わって帰ってます。花火もやってて、このドームがマジで綺麗っすね。超やばい、めっちゃ綺麗だわ。でもまあとりあえず帰りますね。あの花火はもう見てないんですけど、なんか別のイベントでやってんのかな。もう15分ぐらいあのまだ花火が続いてて、このイベントと一緒のイベントとは思えません。そしてこのねドームがマジで神秘的、やばい。またここはここでなんかイベントみたいなのやってますね。今家帰る途中の駅で降りてみんなでご飯を食おうって話してます。よくわかんないです、これは。さあまたビールを買い足してみんなで、みんないますね、みんなで。とりあえずこの辺をなんか歩いて飯屋を探してます。正直もう何でもいいなけど、意外と腹減ってないかも。なんかビール飲みすぎてちょっと腹いっぱいになっちゃった。はい、とりあえずこのなんかレバノン料理屋さんに来て、まあモントリオールなのにって感じですけど、なんかレバノン料理食べたいっていう子がいてここに来て、俺はあのチキンとビーフのミックスシャールマ頼みました。チップ合わせて20ドルです。まあ美味しいからいいでしょう。なんかよくわかんないのがありますね。でもね、うまいんですよ。あの中東系の飯は全部うまいって知ってるんですよ。あれとかね、ケバブ。
じゃあとりあえずレバノン料理を食ってまたどっかのバーに行くらしいです。やばい、もう普通に無理だ。もう普通にビール飲みすぎてもう多分これ以上飲めない。もうレバノン料理がマジで量多くてもう死ぬほどもう腹膨れてて、もう食えないっすね。食えないし飲めないけど、まあとりあえずついてきます。でももう帰るって選択肢がないんでね、ニックの家泊まるからニックと一緒にいないといけないから。見てください、ここ中華街チャイナタウンなんですけど、なんか横浜みたいっすよね。横浜の中華街みたいでいいっすね。トロントの中華街は全然こういう感じしないけど、あとさ、ここにさ、なんか日本のなんかお祭りみたいな感じで、なんか提灯がたくさんあるんだよね、ここに。まあチャイナタウンのお祭りが今度あんのかもしんないっすね。日本帰ったらお祭りでもなんか花火大会でも行きたいなと。あ、ほら、わかんないけどほら、なんかアジアティックって書いてあるから、フランス語だからね、わかんないけど、まあなんかアジアのお祭りがあるんですね。いいっすね。にしても中国人が強いわ、どこにでもいるからね。どこにでもね、もうチャイナタウンっていうのを作るぐらいには人がいるからね。日本はさ、日本人も意外とどこにもいると思うけどさ、日本町ってないからね、ジャパニーズタウンって。みんなチャイナタウン、ほらこの辺も中国の店がたくさんあるよ。すごいすごい。はい、ということでとりあえずみんなについてきます。はい、この昼間来たところにまた戻ってきたけどさ、本当にさ、やっぱ街並みが綺麗ですよね。建物がマジでいい。ヨーロッパだわ、ヨーロッパすぎる。いいな、ヨーロッパ行きたくなってきたわマジで。あそこにいる陽キャ集団が俺の友達たちです。このね、石畳がいいっすよね。この辺とかも本当にさ、本当に本当にいいよね。マジでいいよ。これはホテルなんさ、よくわかんないっす。この石畳がさ、模様じゃなくてマジの石なんですよね。スケボーには最悪だけど。え、here? ここっぽいです。ちょっと渋いっぽいんですかね、話が。みんなのちょっと渋いみたいな話してます。あの昼来たところらへんですね。この辺覚えてますか、あの結婚式の写真撮ってる人がいたところです。もうなんかよくわかんないけど、なんかわけわかんないぐらい歩いてるんですよ。なんかバーに最初なんかどっかのクラブ入ろうとしたんですけど、女の子たちがなんかビキニ着て、なんかさ、あのフェスの格好だから、そのドレスコード合わなくねみたいな感じになって、で他のとこ行こうと思ったけどそれもやめて、で結局なんかわかんないっす。それで、いや、それで